あれは廃城でしょうか。薄気味悪いな。あれにしましょう。あれなら盛大に破壊しても誰も文句は言わないでしょう。あ、うん。赤き刻印、挽回の王、天地の法を敷衍すれど我は万象之王の断り、崩壊破壊の別名なり。永劫の鉄槌は我が元に下れ、エクスプロージョン。燃え尽きろ、グレンの中で。はぁ、最高です。こうして、俺とメグミンの新しい日課が始まった。安いよ、安いよ、新鮮なキャベツですよ。もんなしのアクアは、毎日アルバイトに励んでる。ダクネスは、しばらく実家で筋トレをしてくると言っていた。特にやることのないメグミンは、その廃城のそばへと毎日通い、爆裂魔法を放ち続けた。それは寒い、氷雨の降る夕方。どうぞ。それは穏やかな食後の昼下がり。じゃん。それは早朝の爽やかな散歩のついでに。60点か。音圧が物足りない。どんな時でもメグミンは毎日その廃城に魔法を放ち、メグミンの傍らで魔法を見続けていた俺は、その日の爆裂魔法の出来が分かるまでになっていた。